皆さんこんにちは。俳優、劇作家、演出家、翻訳家、ナレーターなど様々な顔を持つ江守徹さん。自身の顔を出す仕事以外にも声の仕事や裏方の仕事などマルチな活躍を見せています。しかし以前脳梗塞で倒れてしまったことがあります。復帰はしているようですが、現在の体の調子はどうなのでしょうか。独特の力強い声は今も健在なのでしょうか。また江守徹さんの相方といっても過言ではない俳優の中尾彬さんとは現在も交流はあるのでしょうか。今回は江守徹さんのこれまでの経歴や現在の様子について迫ってみたいと思います。江守徹さんは本名を加藤哲夫といい、1944年1月25日生まれ、東京都の出身です。高校卒業後の1962年、文学座附属演劇研究所に2期生として入所すると、冬の花、1970、オセロー、1972、審判、1980、アマデウス、シラノ・ドベルジュラックなどの古典劇に数多く出演して頭角を現すようになります。芸名である江守徹はフランスの俳優、劇作家モリエールから取られています。文学座に入所当時、文学座では同じ名字を持つ2人の俳優がすでに演劇界に知られており、下等生が多いため自身で芸名を考えたそうです。はじめモリエルイという芸名を思いついたそうですが、安直なため却下し、文字を分解した江守、かつ本名の徹の字が入る江守徹という芸名をそのまま名乗ることにしたのが由来であるとしています。出生前に父は戦死し、母由紀子さんの手で育てられました。絵画、音楽、文学が好きだったお母さんが趣味で絵を描いていたことや、3歳の頃から映画館によく連れて行ってもらったことなどから、物心ついた頃より芸術的な方面に憧れを持つようになったそうです。そして自然な流れでああいうことをやってみたいと思うようになったそうです。また母子家庭でお母さんが働いて苦労していることを知っていたため、子供心にも俳優をやればお金を稼げるのではないかと考え、俳優を目指そうと思われたそうです。小学生の時にはお小遣いは全て映画に使い込むほど映画が好きで、学芸会では閻魔大王の役などメインキャストを務められたそうです。板橋区立志村第一中学校から東京都立北苑高等学校へと進学します。同校で美術部、演劇部を掛け持ち、同級生に吉田秀子さん、出崎治さんがいます。同高校卒業後19歳で文学座に入りました。映画好きであったため早くから俳優を志望しつつ、当時の東宝などのニューフェイスという言葉は嫌悪していたところ、杉村春子さんや宇野重吉さんなどが在籍する新劇俳優の道を知ったことが文学座へ入ったきっかけとされています。1963年に初舞台を踏んで以降、風貌と演技力が変われ、次第に頭角を現すようになります。準座員を経て1966年には文学座の座員に昇格しました。また1965年には大島渚監督の閲楽で映画デビューも果たし、当初は縁、若者たち、兵隊ヤクザ、強奪などで端役が続くも、1969年には映画私が捨てた女で主人公の同窓生役を演じ、存在感を示します。その後1970年以降は活動の場を主に舞台とテレビに移しますが、1989年には映画「車窓」で立身と自己保身のためには手段を選ばない大手新聞社の取締役を演じると、主演の緒方健さんと火花を散らす演技を見せ、日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞しました。以降も数多くのテレビドラマや映画に出演されています。特に実践から培われたシェイクスピアをはじめとする新劇論はかなり専門的であることは有名です。そんな江守徹さんは2007年に脳梗塞で入院したと報道され、死亡説まで流れたことがあります。しかし幸いにも軽度の脳梗塞だったそうで、翌月にはパーティーで元気な姿を見せて仕事仲間やファンを安心させました。そして長年在籍している文学座の代表に2016年より就任しています。脳梗塞の後遺症などが心配されていましたが、
バラエティ番組で変わらず面白トークを繰り広げるなど元気なようです。しかし現在の姿に驚く人は多いのではないでしょうか。頭も長いヒゲも真っ白で今までのイメージとは全く違います。年齢的なものかと思いますが、あまりにもおじいちゃんになっており、驚く人が続出しています。これはよく知られていることですが、江守徹さんはナレーションの名手とも言われています。ドキュメント番組や CM など、実は江守徹さんの声を耳にしている機会は多いと思われます。また東京ディズニーシーでは海底2万マイルのネモ船長の声を担当しているのですが、自然すぎて知らなければ気づく人は少ないのではないのでしょうか。江守徹さんは声の仕事をする際、内容を理解した上で聞く側にどう感じられるかを考えながら声を吹き込むのだそうです。ナレーションというのは視聴者のためについていますが、話の内容を理解しないと届けることはできないため、そのための努力にはものすごいエネルギーが必要です。普段の声とあまり変えていないのですが、江守徹さんの顔が浮かぶことがあまりないのは、ナレーションや吹き替えに気持ちが入り、その役になりきっているからのようです。また、江守徹さんの朗読 CD もあり、有名なところだと、ハリー・ポッターの朗読も言っています。江守徹さんというと、やはり舞台の役者というイメージが強いでしょう。高校を卒業後に文学座の演劇研究所に入り、舞台から俳優をスタートし、その後テレビドラマにも多数出演し、江守徹という名前が知れ渡ることとなります。俳優業をこなす一方で、舞台の和訳や演出なども手掛け、劇作家としての顔も見せています。江守徹さん自身は昔から俳優になることが夢だったそうです。その夢を叶え、さらに演劇を手掛ける側の仕事の才能も持っていたということになります。江守徹さんは1971年、旅公演で知り合った当時文学座の俳優だった女性と結婚しました。江守徹さんが奥様に惚れてアタックを続けたのだとされています。お互い旅公演で会えない日が続くと、毎日手紙のやり取りをしていたそうで、いつも会いたいと伝えていたそうです。奥様は結婚を機に俳優業を引退しましたが、江守徹さんのお仕事を陰ながら支えています。ちなみに江守徹さんは自身を共済家ではなく愛妻家と言っているそうです。江守徹さんは飲み屋などでどんなに酔っ払って暴れようとも、奥さんが車で迎えに行くと素直に車に乗り込むなど、愛妻家として知られています。江守徹さんは以前、相手の存在を認め尊重するということではないでしょうか。相手がどういうものが好きか、何をすれば喜ぶか理解する、そのためにはやはり会話をたくさんすることが大切だと思います、と夫婦円満の秘訣を語っています。江守徹さんは元女優の奥様との間に息子さん1人と娘さん2人の子供を授かっています。しかしお子様のことはあまりテレビで話していないそうで、3人の子供は江守徹さんのような芸能の仕事にはついていないようです。そんな江守徹さんは2000年、 NHK プレミカフェ、江守徹いずる荒野街道旅、高木ブーチチコ大う旅で娘いずるさんと共演しています。いずるさんは当時海外で働いており、一時帰国された際にチチコ共演となったそうですが、以降いずるさんがメディアに登場することはなく、一般人として暮らしているようです。どのお子様なのかは分かりませんが、江守徹さんには孫が2人いるそうで、本名の鉄夫から鉄丹と呼ばせているのだそうです。お子さんたちも役者の道に進んでほしかったのではないかと思いますが、自身も好きなことを職業にいているので、お子さんたちにもそのような考えで接しているのでしょう。しかし鉄丹という可愛い呼び名で呼ばせているくらいなので、お孫さんたちのことをとても可愛がっていることが想像されます。江守徹さんと中尾彰さんというと、一時期バラエティ番組に2人で出演してお互いを罵倒し合うというシーンがおなじみでした。江守徹さんは一つ年下で、年が近いこともあり仲が良いようです。お互い職業は同じ役者なのですが、江守徹さんは舞台、中尾彰さんはテレビドラマでの活躍が多く、演劇作品での共演よりもバラエティ番組での共演の方が印象に残っているでしょう。そんなお二人も70代になり、体調面でそれぞれ病気も患ったりしましたが、ぜひまたバラエティでの共演が見てみたいところです。2007年に脳梗塞で倒れて以降、
大好きだったお酒とタバコをやめたという江守徹さん。それまで飲み歩くことが多かったため、お酒をやめてからは奥様と過ごす時間が増えたそうです。そして毎日30分のウォーキングが日課になったようで、今ではすっかり健康的な生活を送っているということです。また白いひげに白髪姿がまるで別人と話題の江守徹さんですが、これは役作りのためだったようです。2014年に挑んだ舞台シェイクスピア・リア王、江守徹さんはこの舞台で主人公を演じるために別人のような姿に変貌していたのです。役作りでまるで別人と言われるのは俳優にとって何よりのことではないでしょうか。いかがだったでしょうか。脳梗塞で倒れてからもバラエティ番組に出演し元気な姿を見せている江守徹さん、最近はテレビでその姿を見かけなくなり、心配している方も多いのではないでしょうか。テレビドラマでは2015年の NHK 大河ドラマ花燃えゆて見事な演技を披露したのが最後の出演のようです。ちなみに江守徹さんはこれまで大河ドラマに数多く出演していて、1966年の源義経以降、2015年までなんと19作の大河ドラマに出演しています。また映画では2017年の相棒劇場版4首都クライシス人質は50万人、特命係最後の決断が最後の出演になっているようです。ここ3、4年は目立った俳優活動を行っていないようです。2016年に文学座の代表に就任して以降、若い劇団員の育成に励んでいるという情報がありました。ただ2022年に代表の座を退いています。年齢的なこともあり裏方に徹しているのかもしれません。ただ俳優を引退したわけではありません。今後も仕事はセーブしていくのだと思われますが、再び素敵な声をファンに届けてくれることを期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録・高評価をお願いします。